オリンピックの次はパラリンピック、あさって開幕します。これまで2大会連続でメダルを獲得しているブラインドマラソン代表の道下美里選手が大会前最後の調整に向け福岡を旅立ちました。福岡空港に姿を見せた女子マラソン視覚障害のクラス日本代表の道下美里選手47歳。今日午後、家族や練習をサポートするチーム道下のメンバーなどおよそ20人に見送られ、本番前最後の合宿のため千葉へと向かいました。道下選手は福岡市の大濠公園などを拠点にリオ大会で銀メダル、東京大会ではパラリンピックレコードで金メダルと2大会連続でメダルを獲得しています。47歳で挑む3度目のパラリンピックに向け、道下選手は東京大会では味わえなかった大観衆の中を走るっていう、本当パラリンピックならではの盛り上がりを全身で感じながら走りたいなって思っています。自分らしく楽しく走るという道下選手、来月3日にパリへ出発し、来月8日連覇がかかるレースに挑みます。